女性の活躍は日本再生のための重要な鍵でございます近年日本社会に蔓延する閉塞感は男性中心社会の行き詰まりを示しております <laughs> 6月23日から1週間は男女共同参画週間ですそれに先立ち22日首相官邸に集まったのは 日頃から男女共同参画への取り組みを行っている方々や、地方公共団体の女性市長など185人、総理と懇談を行いました。本日はさまざまな分野の方々にお集まりをいただいておりますが、お一人お一人がそのフロントランナーでございます。同じ日の午前には、そのフロントランナーの方への総理大臣賞の表彰式を行い、 12名の方を表彰しました女性の活躍はまさに時代の要請でございます野田政権ではさらなる女性の活躍を後押しをしてまいりたいと思いますその後押しのため総理は懇談会のおよそ30分前関係する閣僚などを集めて社会で活躍する女性を増やすための会議を開催行動計画を策定し 総理から今後の取り組みを指示しましたその取り組みの一つとして総理が挙げたのが男性育児休業について男性の国家公務員における育児休暇の取得率は一昨年では1.8% その数値をを平成32年まままででにに段階的に引き上げることを指示しました今回の行動計画では、その応援のため、企業や創業促進に向け、開業資金の円滑な供給のための補助制度の創設や、 経営面の知識をサポートする仕組みの創設を推進することを盛り込みました第3の指示として女性の活躍状況の見える化について全閣僚は省庁の垣根を越えてできる限り多くの企業に取り組みを働きかけること今後政府は2万社以上の企業を目標に女性の活躍状況、例えば管理職の比率や さらなる取り組みをを開開示示、すす。るるよう直接働きかけ、情報開示つまままりり見える化を推進します、ま、た、取り組みの具体策を盛り込んだ総合プランを年内に策定するよう指示が出されました女性のパワーが日本を変えるこの行動計画は今後我が国の指針となる日本再生戦略の重要なパートとなります。 皆様方からもご理解、ご支援をいただければと思います。